フス戦争、フス戦争は15世紀に中央ヨーロッパで起こった戦争。ヤンフスの開いたキリスト教会各派のフス派、プロテスタントの先駆の信者、ボヘミアとポーランドを中心とすると、それを異端としたカトリック、神聖ローマ帝国の間で戦われた。フス派戦争とも表記される。1410年に行われたポーランド王国。 リトアニア大広国連合軍とドイツ騎士団との戦い、グルンバルトの戦いでは、ボヘミアから来たフス派義勇兵が、ブワギスワフ二世率いるポーランド軍の縁に着いた。この時のチェコ人義勇兵には、ヤンジシカもいる。1419年、第一次プラハ総外投的事件を契機として、フス戦争が始まった。の伝来により、フス戦争は、 ヨーロッパ史最初の火器を使った戦いと言われる。1420年代初頭にヤンジュシュカの生み出した手銃を装甲馬車と共に活用する戦術によって当時の騎士による突撃戦術を完膚なきまでに打ち破った。ヨーロッパ諸国を敵に回したフス派は貴族や庶民が団結し当時の国王の紙幣である軍隊ではなく国民軍の原型のような軍隊を作り上げた。 ローマ教皇と神聖ローマ皇帝、ジギスムンとは何度も、フスハに対する十字軍を組織したが、ことごとく打ち破られた、ウースチーナドラベムの戦い。この十字軍では、退陣中にフスハが成果を歌い出すと、フスハ軍の突撃を恐れた十字軍が立ち待ち回送した、という逸話が伝えられている。百二十七年のタチョフの戦いからと、年間は十字軍が、 組織されなかった。1431年に行われた対フスハ十字軍では、ポーランド王国から6000人のフスハ義勇兵がやってきて、ボヘミアのフスハを支援した。1431年から1435年に行われたポーランド王国とドイツ騎士団の戦争では、フスハを中心に、ボヘミアから7000人の義勇兵がやってきて、 ポーランド王国に味方した。1433年の北部ポーランドでの戦いにおける勝利に際しては、ボヘミア兵とポーランド兵は共に喜び、ビスワ川の川口近くで盛大な祝縁を催し、一度大いに帰省をあげたという。19世紀プロイセン王国の歴史家、ハインリヒフォントライチュケはこの時のことを、フスハは、神の軍についての野蛮な、チェコ人の歌を歌いながら、 バルト海に挨拶し、海水を瓶に入れ、バルト海が再び、スラブのものになった記念としたと描写し、ドイツ民族に対抗した西スラブ民族、ポーランド人とチェコ人の、この時代の連帯を認めたのである。ヤンジシュカが病没して10年後の1434年、フスハは連戦連勝だったが、ボヘミアの人口はヘリノーソンは後輩し戦費の調達で、農民は疲弊した。 このためフス派の間では内部構争が起こり、で大プロコップと小プロコップが率いたターボル派、旧神派がという恩賢派によって壊滅させられ、皆殺しになった。さらに1439年、ポーランドではすでに王が代替わりして、ブワディスワフ賛成となっていたが、フス派の略奪行為に手を焼いていた、ポーランド王国政府はついに本格的な一斉取締まりに乗り出し、で、 ポーランドにおけるフス派を壊滅させた。これによって、フス戦争は全て終わった。その後もウトラキストの系統が分派し、プロテスタント諸派として、ボヘミアで根強く政治的影響力を保ち続け、1458年には、ラースロー・ゴセイと、ハプスブルク家のラディスラフの死後、プロテスタント貴族イジース、ポジェブラトを、ボヘミア王に擁立した。 1459年のによって、ボヘミア王国とザクセン王国の勢力範囲が確定された。ハプスブルク家を中心とする勢力は、ハンガリー王、フニャディマーチャーシュを1469年に、ボヘミア王に擁立して、互いに対立した。1471年に、イジーが死ぬと、プロテスタント貴族によって、ヤギエウオ家のポーランド王カジミエシュ4世の息子、 ブワディスワフが迎えられ、ブラジスラフやゲロンスキーとして、ボヘミア王に即位た。ボヘミア王を主張し続けたマーチャーシュが1490年に死ぬと、ポーランドから来たボヘミア王ブラジスラフは、ハンガリー王、ウラースロー二世としても即位し、ボヘミアとハンガリーの王となった。以後ボヘミア王国ではプロテスタントが認知され、しばらくの間安定した。ラヨシュ二世の知性に、 モハやチの戦い、1526年で、オスマン帝国に大敗し、第一次ウィーン包囲で、サポヤイアーノ種が、オスマン帝国に着いたことにより、オスマン帝国領、ハンガリー、1541年から1699年が成立し、バルカン半島の領有が確定。三十年戦争の白山の戦い、1620年で、 スラブ人かつプロテスタントであったチェコ貴族が全滅させられ、ドイツ人かつカトリックであった貴族が支配者としてチェコに入ってきた。以後チェコは完全にドイツ人の支配下に入る。一部のプロテスタント貴族やその追従者は必死で逃げのび宗教的に寛容で当時は特にプロテスタント運動が盛んだったポーランド王国に亡命した。 ニコラウス・フォン・チンツインテンドルーフと共同生活の兄弟団なども不素派を起源とする。18世紀後半に入ってポーランド王国がポーランド分割によって滅亡すると多くが新天地を求めてアメリカ合衆国など新世界へ移住していった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。